安倍総理大臣は今朝日本の総理として初めてウクライナを訪れました夕方ポロシェンコ大統領との会談に臨みます首都キエフの大統領府で行われる首脳会談で安倍総理はロシアによるクリミア併合について力による現状変更は認めないと批判する考えですその一方でポロシェンコ大統領にロシアとの対話による平和的解決を求め 最大の支援国としてすでに表明している18億4千万ドルの支援を着実に実行する考えを伝えます。安倍総理は G7 サミットの前にウクライナ支援の姿勢を見せることで、年内の実現を目指しているロシアのプーチン大統領の訪日について G7 各国の理解を得たいという狙いがあります。